どうも、毎日キャンプ生活のノブです。今日はですね、キャンプで使う3つのロープの結び方を学んでいきたいと思います。とりあえずどこか砂浜っぽいところで適当にテントを広げてから始めたいと思います。海沿いの臨海公園に来てみたんですけど、よし、とりあえず OK ですね。本題、キャンプでしたい100のこと。三大ロープワークを極めるっていうページがありまして、それを参考にやっていこうと思います。もやい結びと自在結びと手ぐす結びっていうのがあって、もやい結びは一回輪を作る、先に輪を作ってから結びたいところに紐を持っていく。次、輪に入れる。輪に入れたら向こう側、外側に先端を持っていく。こういう状態で、この先端をまた輪に入れる。そのまま引っ張る。この結び方のメリットは、この輪の大きさが固定される、ここが縮まないっていうことと、しっかり結べてかつすぐほどける。じゃあ次は自在結びってやついきます。結び目を動かせる結び方ですね。でまずロープを通します。通したら、一回結ぶように輪を作る。輪を作ったらもう一回輪を作る。2回結び目を作ったような感じですね。でさらに輪を作るんですけど、今度は外側からこの中に入れる。中に入れて、でこっち側でもう一回輪を作る。で先端を締めていく。するとこんな状態になるんですけど、こっちから引っ張ってもちゃんとこう引っ張った状態になってて、で長さ調整したいときはこっちを緩められるようになっている。こっちを緩めて長さを調整できる。結び目をどんどん向こうにやることができるっていうわけですね。テントを美しく張りたいときに便利なんだそうで、何も器具がなくてもこう長さを調整できるっていうのはいいですよね。じゃあ最後に手ぐす結びなんですけど、ロープとロープをつなぐときに使う結び方で、マジこれ知った時ちょっと感動したんですけど、まずこの2本のロープを並べます。並べて片方のロープをもう片方のロープに普通に縛る感じで結び目を作ります。でもう片方のロープも結び目を作ります。はい。でこの両方のロープを引っ張るとですね、結び目同士がくっついて取れなくなるっていう。すげえシンプルなのにめちゃめちゃ使いどころあるなこれと思って、これ日常生活でも絶対使うぞ。あとはここ邪魔だったら切るって感じですね。これが3種類の結び方でした。じゃあとりあえず適当に木を持ってきました。でもやい結び行ってみたいと思います。輪を作って木に通して、輪の中に入って、外側からぐるっと行って、また輪に入って、よいしょってことですね。三大ロープワークを覚えたということで、今日またレベルアップしました。じゃあレベルアップしたということで、あとはコーヒー飲んでキャンプ本でも読んで過ごしたいと思います。あれ、嘘、マジ、レスビット忘れた。え、直火、いや直火はいかんな、忘れちゃったら仕方ないな。仕方ないのでお水で飲もう。マジか、レスビット忘れるパターンあるか。まあいいや、いただきます。なんかここってなんかめちゃめちゃいろいろ釣れるらしいんですよね。なんか釣りを始めてみたいなと思ってるんですけど、あのぶっこみ釣りっていう投げて放っておく釣りを始めたいですね。ちょっとぶっこみ釣りも勉強しよう。